今回ご紹介するのは JR 西日本山陰本線の川棚温泉駅です。当駅は無人駅であり、自動券売機が設置されています。駅舎は2002年に地域のコミュニティセンター豊浦コミュニティ情報プラザとの合築構造に建て替えられています。川棚温泉駅は山口県下関市豊浦町大字川棚にあり、川棚温泉は駅前から約 1.8km の距離にあります。駅舎側は市街地ですが、反対側は田畑です。駅のすぐ近くに市の総合支所がありますが、豊浦地区のその他の行政機関は隣の小串駅周辺に所在しています。当駅は1914年大正3年4月22日に長州鉄道の駅として開業しました。1925年大正14年6月1日に長州鉄道線旗部以北の国有化により、当駅は鉄道省小串線の駅となりました。1933年昭和8年2月24日に小串線が山陰本線に編入され、山陰本線所属駅に変更されました。1987年昭和62年の国鉄分割民営化により西日本旅客鉄道の駅となりました。当駅は単式ホーム一面一線を有する地上駅で、旧下りホームに下関方面行きと小串方面行きの双方が発着します。
ご視聴ありがとうございました。